今宵も新宿二丁目から5キロ離れたところにあるゲイバー水木にたくさんの訳ありお客が入り浸るのである。水木バーへようこそ。なんすかなんすか、今日いいやもしたんだよ。なんすか、ちょっとついてきて。すげえすげえ、後輩静かに。すげえ、いらっしゃい。おママママ、いらっしゃい。たくさん、あー今日も仕事疲れたね。ママ、あ、私ここのママやってる瑞希よ。あー瑞希に、あら、あら、あなたたち小味噌ってやつですか。全然違う。あれ、嘘だと思って。口、口つらい。口つらい。喋り方つらい。今日はね、後輩連れてきたんだよ、ママ。はじめまして、会社員1年目の新人、はるきです。かわいい子じゃない。はるき、はるきすごいね。やる気がある子でね。営業はバリバリやってます。そうなんだよ。あら、いいんじゃない。ママ、今日も調子いいね。ちょっと、一旦さ、耳塞いでもらってていいかな。うん、送ります。何すか？あれ、じゃあ、部長やってるんだけど、部長。あら、昇進したの？そう、部長なんだよ。で、今、後輩なんだよ。ありがとう、水木。後輩なんだけど。うん。一応、営業やってんだけど。うん。タク取れないんだよ。マジっすか？先輩、部長！ごめん、耳下げてたもん。え、部長、マジっすか？え、今日俺、ご営業取りましたよ。ご契約取りましたよ。え、部長は？全く取れない。マジっすか、部長！できない上司持つと大変よね。食うなよ、水木。ま、とりあえず飲みなさい。いただきます。あ、お疲れ。後輩。お疲れ、後輩。いざします。もうここね、もう20年以上働いてるから。うん、え、水木さんおいくつですか？いくつに見える？ここ大事よ。社会人くん、ここ大事よ。俺が今23っすから、うん、25？ お上手ね、あなた。こう見えても61よ。そんな営業取れない部長に私からのお言葉を差し上げるわ。お、よ、いつもの。営業というのはね、難しく思うんだけどシンプルなのね。なのであなたは心を入れ替えるべきよ。はい。心をカエルにしなさい。ゲロゲロってことですか？そう。ゲロ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 。クワクワクワ。それで取れるわ。ありがとうございます。みつきばあ。そうか、そうよ、パラダイス。やっぱり、ここクラブじゃねえし。え、クラブだよ、クラブ。クラブじゃねえから。ああ、え、ここ、どこ、え、誰？いらっしゃい、みずきのバーへようこそ。あ、バー、ここ、バーだ、ごめん。バーって何？バーって G、バーの G、バー。G、G バーのバーじゃなくて、ここ、バー、あの、場所のバー。クラブじゃねえの？ババーの。え、何、あなたたち何帰りなの？違うクラブ行ってたよね。また違うクラブ行こうとしたら、なんか間違えてバーに来ちゃった。まあまあまあ、じゃあいいわ。一杯飲んできなさいよ。優しく？優しい。優しい。ママ？うん？ママなの？水木バーの、ママ、水木よ。あ、水木？え、めっちゃいい名前や。めっちゃいいけど、予算も使ってたよ。何？飲まよ。何よ、飲まよ。え、水木も飲まよ。水木、水木超えないはず。水木は飲まよ。え、ダメだ、水木。水木も乾杯しようよ。水木入れてあげるよ。え、もったい、飲んでなくない？わうわ。水木のために。水木？インキ行く？インキ行く？行く？じゃあ乾杯する？じゃあ、みずきのほくろに乾杯で行く。いいよ。何だったの？みずき凍る。あ、私あ、61なのよ。何て言うんだ？お前のだけのほくろに乾杯。乾杯！乾杯！
さ、あれ、うん、旦那さんとかいるの？旦那話せば長いわ。え、話聞く？聞きたくね、ちょっと。え、みずきの話聞きたい。普通に、みずきのこと気になるし、はじめましてだし、初見さんだし。まあ、今までの男はね、まあまあまあ、普通の普通の男よ。でも一人だけ。男がいたのに。誰誰誰？藤岡。ディンディン。ディンディンってさ、あのテレビに出てるディンディン知ってるのあなたたち。え、わかる。わかるのに知ってるのね。あら、いい子たちだわ。え、だってかっこいいしね。かっこいいわよね、うん。5年近くお付き合いさせていただいて。あー、かわいい。で、そっから結婚になったんだけど。ディンディン、仕事が忙しくて。泣かないで、みずき。みずき、テッスティッス。みーちゃんのこと頑張ってくれなくなっちゃって。みーちゃんって呼ばれてたの。大丈夫？まあ。殺しちゃった。え、みずき、じゃあ一回ムショ入ったん？ムショ、入ってないの。え、ごめん、ほんとみずき、マジごめん。あとでまたね、か、行くから、みずき前面だからね。バイバイ！あ、ちょっと待って、一応証拠としてさ、写真撮って。何するの？お客さん来たんだ。失礼します。いらっしゃい。あ、誰？え、次は次の音が待つわ。え、お客さん、誰？いらっしゃい。お邪魔します。ほら、お邪魔します。深い待つわ、待つわ。あなたたち普段何してるの？せーの、ラオーボタン、声いけます。それはなさい。待つわ、高岡だよ。ラボボーちゃんのアイミちゃんのオーダープルー。アイミちゃんのとこで、ようこそいらっしゃい、水木バーへ。お邪魔します。お邪魔します。はじめまして。とりあえず飲みなさい。どんぞ。ありがとうございます。いつものコールがあるんですけど。あ、コールあるの？あ、方はいつもはラブポーション100万の、あのちゃんなんだよ。ラブポーションあゆみちゃんですよ。ラブポーションあゆみちゃんに乾杯。いつもそうやってるんですけど、今日は、美術さんがやってる、美術バーに、乾杯。笑い笑い。それじゃあ、美術さんも一緒に飲んでくれるということで、美術バーの美術さんに、乾杯。バボバ。乾杯。バボ。乾杯。あゆみさんのことが好きすぎて、本当に好きすぎて、俺ら僕だし、好きすぎて家まで行っちゃったんですよ。家まで行っちゃったんですよ。そしたら、すっげえ嫌われて、すっげえ子さんだったから、そう、すごいいいサービスをもらってたんだけど、なんだか家に行った途端になんかすっごい干されて。そりゃそうよね。だって好きなんだもんね。ピンポーンって、あゆみさん言ったもんね、俺ら。せーのも言ってないのに。まあ、普段、もちろんね、普段のあゆみちゃんもあゆみちゃんなんだけど、うん、普通のあゆみちゃんもいるわけで、人間だからね。辛いことも、あるけれども、みんなの前ではそれは見せちゃいけない。それはプロだから。あゆみちゃんはね。まあ、悲しい時間に浸る時間も必要なのね、人間だから。あゆみちゃんに、あゆみちゃんの時間を作ってあげることにするか。そうよ。さらに。素敵な彼女は、あなたたちに笑顔を送り続けてくれるわ。プロってすげー。